あのどういう総裁選にしたいと思ってますか。ご自身の出馬については、衆議院議員の解散ですね。安倍さんお辞めになられましたけど、ちょっとこれちょっと今ちょっと伏せていただけませんか。今いやこれ服の一部なんで、別に特別なものではないんで。え、何か着る服が規定されるんですかね。いや、規定されないですけど、ちょっとこれここの前でやめてほしいんですね。いや、ここの前でやるから意味があるんで、誰も来ないこと自体がおかしいんですよ。あ、またあそうとかで、ちょっと待ってください。あそうとかが、こう次の質問やって、どんどんと戦争ができる国づくりを進められたらたまんないんだよ。ちょっと待ってくださいよ。今すぐ、昨日のあの記者会見も何ですか。どうして何の詫びもなく、国民への詫びもなく、年金へ の, あの謝罪もなく、まだ淡々とアメリカ追従の話ばかりして、あんなことで許されると思ってるんですか。一国の国の首相が辞めるっていう、そういう人間を党首として迎え入れた自民党の責任はどうなるんですか。ちょっと待ってくださいね。このまま自民党が続行するっていうのは許せません。それはね、皆さんそう思い、おまわりさんもそう思いませんか。いくらなんでもひどすぎません。ここは私たち警備で来てるんで、ちょっと待って。これで私みたいに怒らないのがおかしいですよ。ああいうに記者会見が流れて、なんで誰も疑問に思わないんですかね。あんな風に何の解決もしないで、自分の体調が悪いからまた下痢ですかね。下痢がひどいからって、国の仕事、しかもトップですよ。ああいう風にほったらかされたらたまったもんじゃないですよ。私たちの生活どうなるんですか。まあ言われてもちょっと困りますね。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと落ち着いてください。とりあえず向こうに行ってよ。やってもらってないから、ね、ここではこういうことできないようになってるんで、ちょっと向こう側にね、少し行ってもらいます。なんでですか。ボタンのあたりまで正面でダメなんだ、ちょっと、なんでですか。あ、大丈夫です。あれ入ってるかな。他の人もみんなここでは遠慮してもらってるから。なぜですか。それはね、国会のあれなんで、みんなあれしてるんです。みんな国会のあれ、何でもあれだってよくわからないんですけど、本来一般の参加の方とかいらっしゃるしね、やっぱりそういういでたつでやっぱり来られちゃうと、ちょっとね、あれでしょう、いろいろと。やっぱ日本だから、外国と違うから。日本だからって、やっぱちょっと保守的な、ね、考えもあるし、その辺はね、ご理解いただきたいんです。衆議院は今すぐ解散して総選挙しろ。もうこれ以上自民党がのさばるな。お金ばっかりの政治のバカ。もっとちゃんと私たちの暮らしを救ってください。はい、裏に行って思いっきりやってもらってもいいよ。あれは何ですか。なんでわざわざ。わざわざじゃないです。そしてここまで来たらなぜやめてくださいとまで言われなきゃいけないんですか。私の考えをあなたに管理されないといけないんですか。あの日本の国に対して、この法律ですからね、意見を言うことがダメなんですか。意見は法律の方法にのっとってやっていただければ結構ですよ。できるようには日本はなってます。私は一般の市民としてここに立っていることすら許されないんですか。ここは日本法治国家ですから、法律に基づいた行動していただきたいと思います。いつの間にこんなに警察が日本にうよよできるようになったんですか。ここ10年数がどんどん増えている気がするんですよ。例題前でもそうだったんですけど、私たちの自由はもうないんですか。自由はありますよ。皆さん自由ですよ。静かにしないと違法な騒動ですね。みんなも息もせず、口も喋らず、静かにしていれば違法じゃないんですね。だとしたら死んでいるのと同じことですよね。ふざけんなー、バカ野郎、この野郎、今すぐ総選挙解散しろー。行こう。生きさせろー。
からセブンイレブン本社に、コンビニ弁当をリサイクル、リサイクルダメっていうことを訴えに抗議に行ってきます。あ、なんだろう、行こう。日常的にそのお弁当から出た飼料ばかり食べている、餌ばかり食べていると、どんどん豚にこう毒素が蓄積するんじゃないかって、それは水俣病も、あの魚の中に水銀がどんどん蓄積して、それを食べて、奇病が出たということでしたけれど、その第二の水俣病が起こるんじゃないか、その豚を食べることによってまた人間に何か、病気が生まれるんじゃないかと思うんですよ。切実にやはり一母親として思います。はい、だからも原料に耐えらはおれない。ですから、先ほどの日経新聞の話なんかもそうですけどね。うん。さらしたりしてしまえば生ゴミに違いないし、ゴミそのものなんですね。これは、農林省のですね、畜産の部門が出している資料なんですけどね。これとこれを連動してみていただけるんですけど、こういう形で、まあ、ちょっとこれは、まあ、困ったな、講義に来ようと思ったら結構、なるほどと思って、それでね、この映像パトンかな、立っていいですか、はい、あ、立ってください、はい、はい、知らないで、命の大事さをこう世界に伝えるっていう活動をやってます。話を聞いてて困ってしまったのは、命大事にしてるじゃんっていうことが、だんだん話せば話すほど、そうなんですよ、はい、だって遺伝子組み換えの大豆よりは美味しいかもっていう気がちょっとしてしまったけど、これからもでもチェックを続けるぞということで、ちっちゃい声で命を大事にしない悪い大人にパンチをお見舞いするぜ、桃色ゲリラでも、セブンイレブンは結構いい言葉してるってことも分かった。命は大事、食は命、いただきます。えい、いや、すごいな。はい、今、ありがとうございました、はい、桃色ゲリラビームだった、あ、言うの忘れた、まあいいや。そう、各地で母乳ってみんなお母さんのおっぱいを飲んで育って、わかります。そう、でそのなんか母乳にもでも環境ホルモンとかいろいろ今入ってしまってるわけですけど、でもこう、あ、その食べ物にありがとうと思ったり、その作ってる人が大事に作って栄養を入れて作ってるっていう、その大事な循環、その一番大事なところが物を買う人も作る人も忘れてるんじゃないかなと思って、でいろんなところでこういうことをやっているんですけれど、でも山口さんがこう何十年もあの、ね、セブンイレブンさんで働いて、で現役の農家さんにもちゃんと目を配ってやってらっしゃるんだということも実はさっき聞いて、いや純粋に参考になるというか感動してしまって、うん、これじゃあれなんだけど、でも、あとは買う人の問題かな、なんだかな、でもすごく大事な取り組みをされてるなと思ったし、ありがとうございます、うん、頑張ってください。だって日本の農家とかどんどん衰退して、こう次の代に継ぐ人もなくて、みんな高齢化してそのまま衰退してしまっちゃうんじゃないかということが私とても心配で、だからといって自分が農家をやるかというと、やはり私は画家をやったりしているからできないしと思って、ただ今後あと20年後うちの子供たちが食べるものが本当にあるのかっていうことが心配で、どうすればいいんだろうといつも考えていたんですけど、今日直接お話を聞けてすごく嬉しかった、はい、ちょんちょこちょんちょこちょこちょこちょんちょこ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 FNN だよね、
に抗議するんですよ。笑わせないでね。あ、もしもし、あのですね、私東京に住んでる松山と申しますけれども、あのいつも FNN さんのニュース報道番組を見させていただいて、ちょっとどうしても言いたいことがあるのでお電話をしたんですけれど、はい、あのですね、ちょっと最近相撲のニュースが多すぎると思うんですよ。はい、あの短い45分とか1時間というそういう報道時間の間に、他にも重要なニュースがもっとあると思うんですけれど、どうしてあんなに相撲にばかり時間を使われるのか。はい、お願いいたします。あとですね、もう一つ思いますのが温暖化のニュースに関してなんですけれど、真夏日が続いているとか、あのどこが今日も30何度だったとか、そういう、報道はされているんですけれど、あのこのまま温暖化が進んだらどういう状況になるのかという分析もほとんどないですし、また何をすれば防げるのかということの専門家の意見というのもほとんど出てこないで、そのまま追及が終わらず終わってしまう。で、あのゴルフ屋が、儲かってスキー屋が儲からないとか、そういうどこが儲かってどこが儲からないっていう、そういう論理じゃないと思うんですよ。はい、もう少しあの温暖化についてもちゃんとした対策をしていただかないとあの困るなと思いまして、はい、あの、ぜひ伝えてください。お願いいたします。はい、はい、失礼します。あの今回、こういう申し入れをしました。別に本当に違法なことをしているわけではなくて、市民として当たり前の権利の中であのやっているだけなんです。
何トンもの原発から出る汚水が海に流されて、今回の地震でもたくさんの量はもう測りきれないらしいですけど、プールから格納庫のプールから出た放射の入りの水が流れました。やっていいことじゃないですよね。新潟水俣病があったし、この公害の汚染のことずっと高度経済成長の時から体験してきてるはずなのに、いろんな利権とか住民の人も、東電の企業で働いてる人も、その関係のお金が回ってくる人もいるだろうけど、でもここまで環境と人間と地球に悪いものは、悪いものはダメということを、一人一人が言わなきゃダメ。じゃない夜。